おはようございます。今日の入荷速報です。水イカ立派ですね。ちょっと大ぶりが売れてますんで、今日は市場から大きいところを残しました。1キロとコンマ8です。はい。そして本来は秋の風物詩ですけど、夏来てますね。美味しい頃合いです。これ天然カンパチです。 2.1キロ。はい。続いてカルピですね。はい。これももう定番です。美味しいからぜひカルパッチョとかしてみてください。はい。これが大物です。はい。これから中物、はい、ハマスですね。赤ガマス。今日結構型がいいところもあります。はい。僕的にはこれも炙ってカルパッチョとか大好きです。はい。続いて糸引き味ですね。ちょうど良い大きさですね。皮もあんまり硬くなくて。そして今日は太刀もだいぶ大きくなってます。紐じゃないですね。大きい太刀もあります。今日は指3本級、はい、3本のドラゴンの赤ちゃんですね。とこれが4本級の黒太刀。まあ、どちらかと言ったら皮はこっちの方が柔らかいと思います。こちらの方は金ビレって僕らキビレって言って、まあ、ドラゴンになるんですけどね。これはちょっと肉質がしっかりしてます。どちらかはやっぱ好みですね、その人によって。はい。そしてちょうどいい大きさ、指2本ぐらいですかね。この2本から3本っていう大きさは僕は一番刺身は美味しいと思います。はい。中物でマジですね。言い方です。もうこうお盆前後というのはこの形、この型がよく取ります。これが200から300サイズと、まあ150ぐらいですかね。ちょうどいい一匹生きる部位で、味のたたきとか本当あっさりしてて美味しい季節が来ました。はい。続いて小物ですね。小物こんな感じです。はい。マジのちっちゃいとこ前後ですね。そしてこれはメジナじゃありません。これはイスズミですね。だけど僕的にはこれはもう全然メジナとほとんど変わんないのかなと。内臓だけちょっと匂うんで、磯魚になりますから内臓だけ先に除去してもらえば全然メジナとほとんど変わりはないと思います。はい。でですね、今日のおすすめの中でこういうこうグチですね、結構大きい方になりました。これも夏の風物詩です。はい。お煮付けとかお刺身でも全然食べれます。がしかし僕的にはおすすめはこうお煮付けですね。はい。そして片干しイワシ、練りごは今日は2匹入ってますね。はい。そしてクロサギ、白いけどクロサギですね。はい。以上です。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。